皆さんこんにちは、ホットウォーターの千葉です。今日なんですけれども、こちらですね、ライフベストなんですが、水上バイク乗船する際は、水上バイク用のライフベストを着用しないといけないんですね。で、正しいライフベストをこう着用してないと罰則の対象になったりもするんで、ご注意いただきたいんですけれども、じゃあその正しいライフベストってどんなものなのか、皆さんお分かりですかね。で、桜マークとか JCI マークとか、US コーストガード認定とか、JCI 予備検査、合格実績型とか、その辺のキーワードも踏まえつつ、今回は水上バイク用のライフベストについて JCI 日本小型船舶検査機構に監修をいただいて解説をしていきたいと思っています。もしご自身のライフベスト、あれこれ大丈夫かなみたいな、ちょっと不安に思う方は、お手元にちょっとライフベストご用意いただいて、一緒に、見ていければなというふうに思います。水上バイク用のライフベストについてお話しする前に、まずライフベストの基本的な知識について、簡単になんですけれども、ちょっとご説明しようかなというふうに思います。で、こちらにいろいろライフベスト並んでますけれども、まずですね、ライフベストタイプ A からG まで、7種類のタイプがありまして、でこれ、一番オーソドックスというか、ベーシックな、タイプ A というライフベストになるんですけれども、特徴としてまず、発見されやすい色であると、こういう黄色であるとかオレンジであるとかっていう色の制限があります。で、こういう反射材ですね、こういう反射材がついていることで、あとは、笛ですね、こういった笛がついていることで、あとは、浮力が 7.5 キロ以上あることっていうのが、タイプ A の条件になります。で、B 以降のライフベストに関しては、例えば、色の制限がなくなるとか、反射材がいらないよとか、笛がいらないよとか、そういういろんな、さまざまな要件が省略されて、着やすさとかデザインの自由度が高くなっているっていうような特徴があります。で、水上バイク用の、ライフベスト、タイプどれなら大丈夫なんだっていう話なんですけれども、これ実はどれでも大丈夫なんですね。 A から G まで、一応水上バイクはどれを着てもいいですよっていうことになってるんですが、C と F だけ笛がついてないんで、水上バイクに音響信号機器を搭載するか、笛を別途用意するかっていうことが必要になってくるんですけれども、基本的には A から G まで、どれを着用しても、問題ありませんということになってます。ただ1点ちょっと注意が必要というか、注意してほしいんですけれども、膨張式のライフベストに関しては、あまり水上バイクではお勧めできませんね。法的には問題ないということになってるんですけれども、例えば自動膨張式なんかのライフベストを着用してますと、そのしぶきをこうじゃんじゃん浴びたりとかっていうこともあるんで、それで膨らんでしまったりとかっていうことも もちろん全然ありえます。で、その都度こうボンベ交換しなきゃいけないとか、そういったことも考えると、水上バイク用のライフベストとして膨張式はあまりお勧めできないかなと。実際使ってる人もほとんど見かけないんでね、要は向いてないっていうことだと思うんですけど、着用しても問題ないけどは、おすすめはできませんということだけ覚えておいてもらえればと思います。体の保護にもなりますんでね、固形式の、こういった形のライフベストは体の保護にもなりますし、ちょっと寒くなってきたら防寒にもなりますんでね、水上バイク乗船される際は、こういった固形式のライフベストを着用された方がいいかなというふうに思います。
で、まあタイプ何でもいいなら通常バイク用のライフベストなんて何でもいいんじゃないかと思うかもしれないんですけど、まあそうではないですね。まあ例えば、まあ、最近水上バイクフィッシング楽しんでる方増えてると思うんですけれども、釣り用のライフベストとか、あとはウェイクスポーツ用のライフベストとか、まあ、そういったものを着用して水上バイクに乗船していると違反になる可能性があります。でそれがなぜかっていうと、まあ、水上バイクを含む小型船舶に乗船する際は小型船舶用救命胴衣に該当するライフベストを着用しなきゃいけないんですね。でこの小型船舶用救命胴衣っていうのが、まあ、いわゆる、まあ、聞いたことあるかもしれないですけど桜マークと呼ばれるような刻印があるもの、まあ、そういったライフベストを着用しなきゃいけないっていうことになっているので、まあ、おそらく多くの釣り用のライフベストとかウェイク用のライフベストなんかはその刻印は押されていないと思いますんで、まあ、着用できないということになります。まあ、桜マークが何なのかっていうと、まあ、製品の製造段階で JCI の方で、まあ、浮力とか強度とか浮遊姿勢とか、まあ、そういったいろんな条件があるんですけど、まあ、そういった条件でテストして、まあ、それをクリアしたものが、まあ、要するにまあ安全性が認められたものが、桜マークの刻印が押されるという形ですね。で、まあ、こういう形でライフベストそのものに刻印をされています。